宮間時代における沖縄本島の勢力き北山中山南山三山時代は古代琉球の時代区分の一つ。1322年頃から1429年まで沖縄本島を統一する勢力が存在せず、きっ抗したがいに相争っていたことから宮間定律時代とも呼ぶ。 沖縄本島では14世紀に入ると各地で城を構えていたアジを束ねる強力な王が現れ14世紀には3つの国にまとまった南部の南山、中部の中山、北部の北山である三山るが定立する時代が約100年続いたいずれも中国の名帝国に徴降し交流を深めたが南山の佐々木屋人が勢力を増し1405年に 中山を1416年に北山を1429年に南山を滅ぼして琉球を統一した。中国の名実録、民主といった資料にあるように、正式な国名は中山、三南、山北であったが、後に中山よっぷなどで中山の表記に合わせて南山、北山と書かれるようになったことから三南。 三国と双方の名称が混在するようになった。どちらを使用しても間違いにはならない。三王国それぞれの領地は、1896年の軍政施行により、国神軍、中神軍、島尻軍の三軍となった。軍の範囲は現在ではかなり変わったが、地域区分国神、中神、島尻として残っている。また、北部、中部、 南部の三つの広域市町村県も若干の違いはあるがこれらとほぼ一致している。ありがとうございます。